いやー疲れたね。よいしょ。はい、お疲れ様ね。じゃあ後半戦行きましょう。あー何ですかそれ。寒いから。はい、お疲れ様ね。後半戦です。こんな感じです。鼻水が出るのもう寒くて、これ言うこと。いそうでしょう。うん。散歩にでも腰が痛いんですよ。歩いてるからね。今日でもあんま日中歩かなかったからね。そう。はい、グネフさんこんばんはね。すごいとこでしょ。自殺の森。歩きたくないでしょ。歩く人いないと思うよ。多分。女子じゃないよ、ここは。うん。まあ、森だね。うん。いない。うん。夜に歩きたくないね。また今日も歩いてるよ。かなり。すいませんね、鼻水出てきた。めちゃめちゃ雰囲気あるよ。消すところだよ。うん、こんな感じ。運動っていうかもう腰がねやばいけどね。そう。はい、はい、ビジさんこんばんはね。いらっしゃいね。今日はゲレダ配信です。うん。うん。調子はね、あんま良くないよ。なあ、バケタンやるとあんま良くないね。やっぱりね、疲れちゃうね。あんま使いたくないんで、左は。ありがとうございます、こんばんはね。いや、今日はね、ゲレダなんでね、そんな件数は回れないんでね。うん。今、一箇所目です。これ、前半、後半です。今、後半戦です。めちゃめちゃすごいんですよ。広いね。控えめに。はい。うわーすごいとこだね。うん、すごくないですか。うん。はい、おやすみなさいね。すいませんね。またお願いします。これ何に登ってるの。はい、お疲れ様。おやすみなさい。またお願いしますね。仕事頑張ってね。みんな仕事頑張ってください。腰痛い。
はい、お疲れ様、小林さんね。どうも。これ何気に登ってるんだよね。登ってるんだよ、これ何気に。なぜか知らないけど登ってんの。最悪じゃない？登ってるの、これ。いないよな。頼むぞ。釣ってんなよ。そう。やべやべ。バケてやるか。登ってんだよ、これ。こういうのが辛いのよ、腰に。とどめ刺されちゃう。ケアすごい。キルだ。そう、バケタン。鼻水が止まんない。何気すっごい寒い。このライトお化け探知機ってね、あの幽霊がいるとね、赤色になるんですよ。ちょっと待って、足、腰が、大腿骨があればいい。そう。ちょっと待ってね、この大腿骨が痛いから。すごくないこれ。何これ、木なの。一回だけなったね、スタートでね。登るなよ、頼むから。頼むから登んないで。うわ、すげえ登ってるじゃん、これもう。まだ登んの。はい、ありがとう。嘘でしょ、俺殺す気かよ。言えるね。なんだこの木は。あれ、ドル寝ちゃった。いて、なんなんだよ、この中途半端のこのムカつくな。引っかかったじゃねえかよ、いってえな。クソ木。本当にうざいよ、この木。元に戻ってきた。あれ、また引っかかったよ、もう。もう足もっとふざけんな、このクソ木。はあ、最悪。大丈夫、なんとか。爆竹来てないよ。よいしょ。なんか住宅街に出ちゃったよ。終点。どこにいんのこれ。お墓があるぞ。え、これどこにいんの。なんかこれ変なとこ来ちゃった。どこにいるのこれ。俺逆行った方がいいんだ。逆だった。逆だ。暗いよね。
いけんのこれ。降りないと降りなきゃダメなの。いけないの。また戻んなきゃダメ。なんかでも行けそうな感じするんだけどな。いけないこれ。いけるよこれ。いけるよサラさん。こっち側から多分これ左曲がればいけるんじゃない。あ、これいいかな。あ、こっちかな。あ、違うなこれ。こっちだな。待って、 Google 見て。疲れた。あ、近いな。ここだべ。ここだべ。いや、迷ってないよ。 Google 見てると。積もった。積もったじゃねえかよ。間違えた。疲れた。はい。近いんだけどな。あれ、待って。これ左だろう。あ、左だな。あ、これ左だな。これ左だ。はい、お疲れ様、こんばんね、皆さん。次じゃないか。どうしよう。大丈夫なんとか。もう腰が痛いけど。危ない。飛ばすよね。人いるの分かってないんでしょ。待って、腰がやばい。腰がやばい。結構車通るな、ここ。飛ばすな、お前。めちゃめちゃ踏んでない、こいつら。もうライト攻撃しづらかったね。めちゃめちゃ踏んでるよ、人いんのに。あれ絶対殺すよ、あいつ。そのうちやるよ。危ないよね。あれ絶対そのうちやるよ。引いちゃうよ、あれ。そう、危ないね。飛ばすよね。今何時？8時5分、あ、10時5分。この下がトンネルだよ。この下が、この下が多分トンネル。あ、こっちかな。もうちょっとこっちかな。
この辺にトンネルがある、お化けが出るトンネルがあるんですよ。ただ電波あるんですけど、ちょっと湖が出たから、ちょうどこの下じゃない、ほらあれだね、ほら動物いた、ここに、この動物がいる。これいけないの、待てよ、これいけないの、はい、花田こんばんはね。これいけないんだ、あ、これいけないんだ、いけないんだ、これこれいけないの、結構大回りしてくるんだね、トラクトの、あ、そう、何これ、牽引車、これいけないんじゃん、いけないんじゃん、いけねえじゃん、まあいっか、いけねえんだからしょうがないんだ。あゆさんこんばんはね。もう戻りたくないもん、もう戻らない、戻りたくない、疲れちゃう、もうこのまま真っすぐ行って戻るよ、もうそう。じゃあ、あの上にもね、あの航空機、米軍の航空機が落ちて落下した事故現場があるんで、その笛に出るから、そこまである、うん、そう、サラダ迎えに来て。皆さんこんばんは。いない。そう。ゆっくりこう、もうすげえ歩かなきゃいけないから、もう腰にくる。そう。まあいいじゃん、こういうとこもたまに出るかもしれない。はい、行って。ああ、あかねさん、スパチャありがとうございます。お疲れ様ね。ありがとうございます。すいません、本当にね。ありがとう。はあ、疲れた、マジで過酷だこれ、はあはあ、はい、小児大臣さん、ありがとうね、はあ、疲れた、過酷だよ、意外とこういうとこ出るんだよ、はい、アイさんこんばんは。助けて、うーとか言って後ろからいないよね、怖いんだよここ。いや今1軒目で、今日ゲリラライブだから、これね、あの簡単に言うとゲリラライブっていうのは短時間で、あまりこう箇所回らないでロングでやる感じなんですよね、まあ時間はいつもよりか短くなる、そう、今日は予告してないライブなんでね、緊急ライブね、ちょっと今月はあんまりできてなかったからねってことでね、そう、来月は2日から始まりますんでね、そう、一応ね、で大晦日は年越しカウントダウン心霊ライブです、皆さんよろしくお願いします、お暇な方ね、意外とこういうところね、怖いんだよ。ふぅーとか言ってる、いないよね。はい、エイジさんこんばんはね、お久しぶりね。だってこれだよ。この暗さだよ。はい、猫さんこんばんは。ライトつけてるから明るいけど、これ実は。ね。結構怖いよ、ここ。ほら。わかる？今なんでこれ明るくしてるかっていうと、めちゃめちゃ飛ばしておくから危ないよ、ほんとに人がいても、あの、ひるまないから、くするね、引かれちゃうからね、
これ何？これどうだ？あ、これ合流するどうだ？そう。何に疲れた。真っ暗だよ。だこういうとこも意外といる可能性はあるんだよ。調べないと。そう。で僕ね、こういうとこに一回やったことあるの、何回か。意外とヒットしてるのよ。声入ったとか聞こえたりとかね。え？何やねん、コーヒー。そういう感じ？ゴミだらけだな。どこにしたのこれ。結構歩いたよね。でこれをどこ向かうんだ。もうちょっとで左行って道なりで、あそこ三角地帯か。うん、分かった分かった。そう、これ左かな。ちょっと飛行機が落ちてますもんね。そう、こう左かな。そう、これ左かな。本当にこれ違うだろ。これ人住んでるぞ。ここか。本当に、あ、ここだな。ここ、あ、ここだな。こう家が、え、違う、ここだな。え、本当ここなの。ここっぽいな。やばいな、ここ街灯ねえよ。全然遠いね。だから不気味だ。なんかあの非常灯みたいな、なんかやばそうだよね、ここ。なんかやばいよ、ここ。なんかオーラが出る。あ、絶対やばい、ここ。この通り、なんかいそうだな。いや、なんかいそう。家があるからちょっと電気つけられないけど。遠い。いや、なんかいそう。映ってないよな。頼むぞ。音鳴った、バキって。さあ、こっから電気つけますか。そう、ここですよ、皆さん。ここが、簡単に言うと家があったんですよ、ここに。これ金網のところに家があったんです、昔ね。で、米軍機が落ちちゃって、その家に住んでる2人かな、亡くなっちゃったんですよ。で、ここも一応出るって噂があるんです。そう。そういうとこなんですよ。で、ここの山、ここの辺りが全部そこです。なんでこう探ってるかわかる？やばいから。なんかどっかに慰霊碑あったような感じするのかな。埋もれてるから。そうそう。
どっかに利益があったとか言ってたんだよね。ぐるぐる、あ、この辺ちょっと電波いいかもな。でもあるわ、ある。相当昔にね、昭和の前半米軍機が落ちちゃって、で、そこに住んでた住民が亡くなってるんですよ、ここ。慰霊碑がなんかあったとか書いてあったんだけど、ないね。こっちだっけな。これさ、ここ三角の土地なんだよ。これ囲ってるとこは三角なんです。三角、三角の土地。ないよね、慰霊碑ね。ないね。こっちもないよね。そう、三角の土地。うん、ないよね。そうで、夜な夜なこの辺に、だからそう、亡くなった人の霊が立ってるとかね、言われてる。マイナー編、ここは。どっかに書いてはいないと思うけど、なんかあったな、実は。うん、うん、あ、本当もう着いたから大丈夫です、あと降りるだけだから。うん、ありがとうございますね。うん、もうないのかな。ナンバー90に、ね、なんか書いてない。ゴミ捨て禁止。どっかにね、遺伝があったんだよな。なかったっけな、これ。パッとじゃ分かんねえんだよな。ないね。そう、この辺りに落ちたんですよ。ちょうどこの辺りって言うんだよな。うん。うん、あ、本当ないかな。あったじゃん、ほら、あるよ、ある。あれじゃないの、ほら、あれお墓か。あれお墓だ、あれお墓だね。遺伝子じゃなくてお墓だった。お墓だった。なぜだった、お墓だった。はあ、くたくた、腰が痛い。はあ、ないね。でもこの前になんかそういう風にあった。もう取っちゃったのかな、ぜひね。はっ、木か。びっくりした。土葬じゃないけど、うん、木だけですね。なんかね、腰が痛い。ちょっと待って、ちょっと腰がちょっと痛くなっちゃった、歩きすぎ。お墓でしょ、これもう。あなたのお墓なんだね。なんか落としなかった、今。なんか落としなかった、今。パタ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 って。
え？ん？これも若でしょ絶対。うん、あ、合ってたっけな、あ、合ってた。廃屋、廃屋なんか見える。わ、すげえ。割れてる。すごい見えてる。やられた。すっごいね、これもう下から落ちちゃった。蜘蛛のすげえな、これ。これトイレだろ、ここ。おトイレだったらボットントイレだよ。やられたよ。あいつだ。はい、ちょうど昭和って感じじゃない？うわ、すげえ回ったよ。一周回ってきちゃったよ。いや、あっち側もあるんですけどね。もうなんか腰がダメだな。うん、ちょっと休憩しないと腰がダメだ。だって相当歩いたよ俺。だって一周回ってきちゃったんだよ。ぐるーっと一周回ってきちゃった。本当はそこ行くつもりだったもん。ねえ。ちょっと雨なめていい。はい。いや、多分今日相当歩いてる。多分今何歩歩いてんだろう。多分もう多分6000とか行っちゃってんじゃねえかな。ちょっと待って、ミキ、ちょっと待ってね。どんぐらい歩いてんだろう。あ、まだ4000だな。だから3000ちょっと歩いてる。3300ぐらい。まあそんなの歩いてない。ああ、腰硬くなった。ちょっと待って、今ストレッチしてますね。ちょっと右が負傷したんで今。行きますか。休憩、そう、ストレッチ。じゃあちょっと本来のとこ行きますかね。すいませんね、ちょっと時間が伸びちゃったけど、うん、うん、ストレッチしないと腰がね回復しないんだ。ここだったんだ。今度はこの横断歩道渡らなきゃいけないのも渡らなかった。車が来た。これ立ってたら焦るだな。車こうやってライト消してこうやってフッて立ったらどう思う。焦るだろうな。なんか男の幽霊見ちゃったって。焦ってないな。なんとか大丈夫だ。え、こんな坂だったっけ。合ってたっけ。合ってるな。
深夜焦るでしょ、立ってたら。そう、ここだ、ここ。ここに出れると思ったんだよ、出れなかった。合ってますね、はい、ありがとうございます。ただこのトンネルはちょっと電波ないのでね、皆さんトンネル前で停電って言ってます。うん、月さんが見えない、見えないね。星は見えるけど、うん、そう、ん、いないよな。ここ女性の霊が出るって、あそこのトンネル見えてるでしょ、あのトンネルのとこで女性の霊が。で、僕何気にあそこのとこで結構録音で入っ取れてるんですよ、声が。ほんとここは多分ガチだと思う、このトンネルはガチだと思う。この中でも一番結構確率高いかも。うんうんうん、消えた用意で別にいいんじゃないの、ほっとけば。そんな、うん、佐藤さん、そんなので気にしてたらほっとけばいいじゃん。うん、そうね、見えてんでしょ佐藤さんは。それでいいじゃないですか。でも見えてない人もいるから、その気持ちも分かってあげて。うん、別に消えるとか消えないとかね。うん、そうそうね、そう、うん、泣いてます。泣かれてもね、俺もね、ちょっと見えてないからね。そう、その見えてる人の気持ちは分かんないんだけど、うん、だから相当見えてんだなと思うよ僕は。うん、そう、多分ね、泣かんでいいと思うよ、その袖ごときでね。うん、そう、今日は楽しいライブをやってるんでね。そうそう、うん、まあ別に俺、僕も見えてないから、見えてない人の気持ちも分かるわけよ。うん、そう、うん、そうそう、だから分かるでしょ。うん、でも見えてる人もいるんだなっていうのは分かる。そう、うん、うん、そう、僕はほら見えない人だからね、うん、でもほら霊感ある人、見えてる人もあるからね。うん、そう、はい、到着です。あの、相当僕歩いて疲れてるんです。僕の気持ちになってください、ちょっと。うん、そんなので揉めないでね、ね、よろしくね。僕は今日相当歩いてるんですよ、ここ。もう足ガクガクね。いないよね。お疲れ様です。いい、大丈夫ですよ。うん、さあ来い、お化けよ、幽霊よ、うちの人形を何とかしてください、お願いします。これ以上髪の毛伸びないでください。いないか。あと年末ジャンボ宝くじが当たりますように。贅沢言いません。3億、あ、3億、うん、な、6億ぐらいでいいです。うん、だって絶対あれでしょ、年末ジャンボ宝くじってあれじゃないの、みずほ銀行の関係者が当たってんじゃないのっていつも思うんだけど、僕は絶対当たってねえもん、積む人。うん、あれ当たり入ってねえんだよ、ゆかり橋ですよ。そう、僕はね、思ってるよ、年末ジャンボ宝くじは当たりが入ってないって見た、僕は。そうそう、ここです。おお、何よ、取り替えよ、焦らせんなよ、腰痛くなるじゃねえかよ。バタバタバタと言ってよ、お前ライト消しただろうな。ここマジヤバいんだから、このトンネル。いや、当たんないと思うよ。当たりは多分みんな水戸銀行だから。
うん、あれはみんな一般の人に当たらないようになってる。よく分かった、僕は分かった。さあ来い。あ、黄色、もうここに黄色いるね。うん、鳥だよ。パタパタパタってムカつくでしょ。怖いよここ。職員さんいらっしゃい、こんばんは。ホイブル生きなった、やばい。いらっしゃい、どうもね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今今日はね、ゲレライブで今日バケタンをやってますね。うんうん、あ、ありがとうございますね。どうも、いつもサラさんありがとうございます。すいませんね、腕大丈夫。うん、そう、やばいよ、いきなり濃いブル来てるから。もうほら、活発幽霊が。お願い、幽霊さん、宝くじ派手て、お願い、今回6000買いますからお願いします。できれば贅沢言いません、1000万でいいです。もうもうそこまで一等なんか狙ってません。1000万でいいです。もうもしくは1万円でもいいですよ。1万円でも元取れればお願いします。1回でいいんで、もうそれ以上買わないんで、多分1年1回しか買わないです。うん、そう、そうまない、みんな。いやでもこれ女性の霊出るからね、マジ。うん、当たればいいね。まだ買ってないけど、ほら黄色来た来た来た。うん、黄色来るぞ、幽霊。そう、もう実は来てるんですよ、皆さんの後ろに。電波悪いんだよね、電波悪いのよ、すごい。今どのぐらい、ここがいいんだろう、この辺り大丈夫ね、この辺まで大丈夫か、もうちょっといけるか。あ、もうダメだ、もうダメでしょ、こう入ると電波悪くなっちゃう。ありえないっすよ、ほんと電波悪いのよ、マジで。ほんと電波に入っただけで電波あるまいちゃん、あるんだけどね、電波あるまいちゃんだ、入れないの。そう、わかる、この入れない辛さ。そう、電波ほんと悪くなるの、ここ邪魔されちゃうんだ。うん、 ありがとう、サラさんね、すいません。ありさん、こんばんね。そう、戻りました。まあ、ちょっと定点しましょうかね、ここでね、ちょっとしゃがんで入れないトンネル、電波が。うん、いそうだけど今日いないかな。なんかね、前この手前ぐらいになんかいそうなんだよね。奥入れるか、この辺りなんだよ、入り口の辺。うん、定点のね、写真撮っていい？映るかもしれない。ここはね、あの神奈川県にある駆け込んで、女性の幽霊がこの辺りに立っています。結構ね、あの映らないんだけど声がよく入ってますね。で、近くにある水流れがある。非常に怖い。この辺りは結構日差しが多いと思います。以上です。ありがとうございました。失礼します。はい、すいません、見ませんね。インスタとかに上げるような、ツイッターに上げる動画撮ってました。
いなそうだな、バケタンは。どう？どっかいそう？いそう？6度ぐらいで、6度ぐらいマジで今日めちゃめちゃ1箇所なのにまだ2時間だよ。もうすごいロングでしょここ、うん、2時間やってて、ね、1箇所だからね。ここほんとでかいんだよ。ほんと 奥も自殺があるんだけど、ちょっと今日はもう無理なんでね、ちょっと疲れちゃったから歩くのは。ちょっと1回他のとこ行こうかな、1箇所。コンクリートカチカチ。うん、おまわりだべ。なんか言ってない？なんか言ってない？そこの車前寄って止まりなさいって。うるせえよクソおまわりってのか。うん、ほんと偉そうだもんね。天狗だからな。プリスかな、なんか言ってたよね、今ね。でも、うーとは鳴らしてないんだよ。拡声器。お前アンチ。いや、巡回で言わないと思うけどね。なんかライトつけてるの来たな。なんか今ライトつけてるの来たぞ。あのバカが爆竹犯、マロか。今ライトつけたやつが来たぞ。今光ったもん。マロ来たか。マロ、ほらなんかライトしてないよ。ほらなんか歩いてない、誰か。ライトつけて、マロか。もう最大限明るくすると。誰？あ、結構明るいぞ。こんな明るいライト持ってきてる。誰だこれ。結構明るいぞ。まあ俺の方が明るいけど。後ろの人がしてた。でも何も喋んなかった後ろの人。うん、役所っていうか、このね、多分この役所が雇ってんじゃない。自殺だって、自殺すると思ったっすから。そう思ったっすからでしょ。うん、するわけないじゃん、こんなライト持ってだ。自殺がそれだけ多いんだって、ここマジで。そうだから、あの自殺があった時にね、うん、マスクしろよな。まずノーマスクだったよ、完全に。完全ノーマスクだったよ。そう、自殺の防止だ。それだけ多いんで、ここね。マスクマジで。そう、マスクはしてほしいよな。片っ端してたけど、うん、何やってんのかなと。自殺警備会社って書いてあった。うん、警備会社はあんなクソじじい雇ってんの。いい仕事だな。楽な仕事だな。ただ俺回ってたでしょ。でも二人体制だったね。そう、うん、そう。俺は質問だって。そうじゃん。だって別のこと、普通の道だから通っちゃいけないわけないでしょ。そう、いけないの？そら、いや大丈夫ですとかしてたよね。でマスクはしようよって。だから逃げちゃったんですよ。いくらもらえるの？多分日記夜勤だから高いんじゃないの？あ、ごめんちゃんまでですよね。そう、
怪しく見えたのかね。だってこんな強烈なライトを使ってるらね、そう死ぬ相手にマスクの不要、そう、いや違う違う、じゃあ喋ってきたやつがマスクしてなかったから言ったの、マスクしようぜって、こういう時期なんだからって、うん、そう、僕はマスクしてたからね、何してんじゃないんでマスクしろよって、まず分かるでしょ、話すんだったらマスクしろって常識だろうって、普通にでしょ、コロナがあるのにマスクしないでやってる時点がおかしいぜ、役所関係だったら特に、役所にクレーム入れるか、あの警備員がマスクしてなくてなんかいきなり話しかけてきたんだけど、もしコロナだったらどうして責任取ってくれるんですか、ただ散歩で歩いてたら職務質問みたいにされて、2人うち1人がプレゼント、プレゼントはね、うん、いや別にいいよ、うん、そうマスクしてなくて話しかけてきたんですよ、どう思いますって、役所だったら責任取ってもらわないけど、万が一コロナになったらどうするんですかってね、明日電話だべ、ヤマト、はい、ってことで泉の森でした、皆さんお疲れ様です。うん、いや野外っていうかもうダメだよ、あのね、ま、コロナ舐めてかかったらほんとうつるよ、マジでマジで、あのコロナ舐めちゃダメだよ、絶対マスクしないで話して、もしみんなそれでうつってんだからね、うん、そうだから熱のせいだよね、僕はもしあのうつったら、だからちょっと大和の店、あの役所に電話するよ、夜ちょっとウォーキングしたら、あのオタクが雇ってる警備員の人に、片っぽのもう年配のじじい、ちょっとデブ側、デブね、うん、デブの人に声かけられたんですけど、マスクしてなくて食べられてすごい不快だったって、どう責任取ってくれるんですか、もし万が一コロナだったらって、謝罪で済まないですよ、なんか見くる、何これ、お若何これ、お墓、あ、そうそう、ここお寺だったから、これお墓なんだよ、ここにもともとね、 お寺があったのよ、お寺が、わかる、これお寺だったの、ここお墓、昔の、そう、太った方がね、うん、そうお墓だ、これ土葬だよ、土葬、昔の江戸時代のお墓だ、お墓だよ、お墓、ほら、お疲れ様ね、寺がね、もう廃寺なんですよ、そう、お墓残ってる、ほらちょっと傾いてない、やば、落ちてるよ、これこれ階段だべ、ほらこう、こういう風に行けたんだよ、多分、はい、こんばんは、初めてコメントして、はい、しーちゃんさんいらっしゃいね、よろしくお願いします、あ、いつも見てください、ありがとうございます、どうもね、そう、お墓一箇所目ね、今日はね、あ、ごまちゃん、スパチャ、ありがとうございます、どうもね、すいません、本当に、ありがとうございます、一箇所目、今日はね、すごい前半後半戦で分かれて約2時間ちょっとですね、ありがとうございました、じゃあ次最後になると思いますけど、二箇所目ね、ちょっと休憩してから行きますね、お疲れ様です、神奈川県でね、泉の森って